ーリー。皆さんこんにちは、レッドです。今回は見ての通り、こちらのホルツを使って、こちらのシルビアのヒューズボックスをキャンディーレッドに塗っていきたいと思います。教えてください、レッド先生。今回使っていく商品はホルツのシリコンリムーバー、プラサフグレー、キャンディーシルバー、キャンディーレッド、キャンディークリアです。まずこのヒューズボックス、ペーパー800で足付けをしていきます。表面がツルツルしてると塗装がペラーっと剥がれやすいので、軽くザラザラしてる方が塗装が乗りやすいです。じゃあ磨いていきます。耐水ペーパーなので当然水をつけていきます。父上の敵、水付け完了。ペーパー掛けが終わったら、こちらのシリコーンリムーバーを使って全体に軽く拭いて布で汚れを取ります。取るんだよ。お客さん、今日はいつもより飲みすぎじゃないですか？汚れを拭き取りましたら、この汚れを拭き取ったところはできるだけ触らないようにしてください。せっかく取った油汚れなどが付着してしまうからです。続きまして、プラサフグレーでございます。役割を説明します。塗料の接着を良くする、色が鮮やかに出る、小傷などを埋めてくれるといった役割を果たしてくれます。ではこれを全体に今から拭いていきます。とその前によく振っときましょう。バーボン。塗装をする前に必ずマスクはつけましょう。最初に端っこなど拭きにくい場所を優先に塗っていくと後が楽です。塗装するときはこのように表面がこうぬぺーってするような感じに塗っていくと均等に塗っていけます。では乾くのを待ちましょう。プラサフグレーが完全に硬化したら、次はペーパー旋盤で表面が軽くザラザラしているので、それを指で触った時にツルツルになるように磨いていきます。この磨く時に注意が、端っこなどはめちゃくちゃ削れやすいので、平たいところをメインでやって、最後ぐらいで角っこをやるような感じでやっていきます。磨いてたら音が変わってきますからね。もうほんと軽く表面を撫でるような感じ。磨き終わったら表面を触ってザラザラしてるところがないかをチェックして、なければリムーバーでもう一度汚れを取っていきます。さあこれで完全に下処理が終わりました。しかしキャンディー系の下処理はここからがスタートなんです。キャンディーシルバー、キャンディー系はこれを拭いとかないと綺麗なキャンディー系の色が出てきません。ではこれも先ほどと同じように端っこなどから優先で拭いていきます。シルバーの粒子が下に溜まってますので、これはよく振ってください。はい、これがキャンディーシルバーの1層目です。これは2層ぐらい拭いとけば OK ですね。キャンディーシルバーを拭くと表面がこのようなメタリックな感じになってきます。ある程度乾いたので2回目拭きます。シルバーはこれで完成です。キャンディーシルバーがここで硬化しましたら、お次はキャンディーレッド。ここからは自分の好みの色にしていけば OK です。そして私、ただ今回キャンディーレッドにするんではなく、グラデーションをしたいと思います。中央のこの部分はシルバーで、このサイドの方がキャンディーレッドにしたいと思います。拭き方としましては、まあ最初下のこの隅っこの方からやっていって、徐々に上げるときに斜めにスプレーを噴射してあげます。こうするとグラデーションが作りやすいです。ではやってみましょう。はい、この今の段階で、まあ、軽くグラデーションができてます。でもこの自分はここら辺まで持ってくるので、もうちょっと引っ張ってきます。でこういうところとか、今度はこう上斜めから軽く吹いていきます。この時に中央に飛ばないように。
はい、色が今この横のところまで来ました。もう少しだけ縁の部分に侵入させていきます。縁をやる際には若干こう斜めにして、こういう風に拭くと中央の方にあまり赤が飛びません。こう斜めに、グラデーション私はこんな感じにしました。一色に統一するとちょっと味気ないんで、ここの中央にステッカーなどを貼っていくと見た目が良くなるかなと思ってこんな風にしました。キャンディー系はこう光に当たると、わかりますかね、こういう感じで最初に吹いたシルバーがこのように反射してギラギラになります。もちろんこの中央のね、こういう色の境目、クリアレッド系を吹く回数によって色の濃さなどが変わってくるので、吹きすぎには注意しましょう。そしてこちらのキャンディーレッドが乾きましたら、最後はこちら、キャンディークリア。キャンディー系の色はどうしても紫外線とかに当たると色がどんどん薄くなってったりするので、しっかりクリアで保護してあげましょう。クリアで保護すると紫外線に強くなります。でこの時にクリアはプリップリに塗ってあげるのがコツです。プリップリにね、じゃあ仕上げていくよ。表面がこのようにぬるっとなるような感じに塗っていきましょう。はい、1回目終了です。あと2ステージ、2ステージ拭いていくよ。それではラスト拭いていきます。オーケー、完成したのじゃよ、このテカリで。最後はペーパー線で磨いてコンパウンドで磨くと、もう超ツルツルの商品化。作業中はこれぐらいの距離でハロゲンを当てとくのも時間短縮のコツです。あとはこのまま乾くのを、1日待ちますね。